こんばんは。ナビゲーターの平尾のりこです。去年のこの時期、庭のザクロの実がパチンと弾けていたんですが、今年はもうすぐかな。さて、来月の10日と11日、いよいよ第36回全国育樹祭がこの静岡県で開催されます。そこで今回は全国育樹祭を記念して行われるイベントをご紹介します。まずは10日の土曜日、伊豆市天城ドームで来て、見て、体験、人の触れ合い広場が開催されます。2012フレディーズのパフォーマンス、天城連邦太鼓などのステージアトラクション、親子木工体験や伊豆鹿丼など伊豆の幸を楽しむことができるご当地グルメコーナーなどが並びます。会場へは伊豆箱根鉄道の修善寺駅や伊豆市役所などから出る無料のシャトルバスをご利用ください。11日日曜日、袋井市のエコパにはおもてなし広場として本箱木工教室や巨大リース作り、地場産品やご当地グルメコーナーなど100のブースが並びます。エコパグラウンドにはなんと500機種もの林業機械が展示されます。特殊アームをつけた林業機械の実演はその迫力に圧倒されちゃうかも。会場へは JR 愛野駅より徒歩15分、 JR 掛川駅からは無料のシャトルバスも運行されますよ。詳しくは第36回全国育樹祭で検索。木に親しむイベントにぜひ足を運んでみてくださいね。次回も耳寄りな情報をお届けします。それではまた。